だけどラップはもうラップそのものがその人自身みたいな感じなので、本当にもう田中さんと佐藤さんがいたらもう田中さんと佐藤さんも、もう自身がもう全然違うので、もうそれぞれの個性がはっきりと出るんですよ。だからもう一人一人の個性がすごい出てて、本当に何だろう、才能がある人たちだったらすごく聴いてて面白いものだし、その個性がラップの範囲内だから受け入れられていないのか、それともその人自身だから受け入れられていないのかっていうのは未だにちょっと謎ですけど、僕個人の意見としてはジャパニーズヒップホップが嫌われてるのは多分人間性じゃないかなと思います。面倒くさそうっていうの感じですか。なんていうか、関わったらなんか変な風に絡まれたりだとおお、か、やからっぽいもんね。まあ実際そういうちょっと柄の悪い人らが多いのは事実です、本当に。だけどまあもちろんいい人もいてみたいな。それにそのラップをやってる人らでも、お客にちょっと受けのいい曲をしたら、その柄の悪い人らはまあなんやねんこのセルアウトはと、まあ、商業的な成果を求めて客に媚びを売る行為みたいな感じで。まあ、要するに嫉妬ですね。基本的にラップは受け入れられるものではないとは僕はもう認なるほ識どはしてね。るので、引っ張り合いになってしまうもんね、足の。もう互いが互いを反発してるっていうか、ネガティブキャンペーン同士でやるとね、そあうんなまんりで見てす。て面白くないよね、確かいや、それがある意味面白さでもあると思うんですよ。に。だから媚びを売ってるものはやっぱりどれも等しく同じに見えてしまうっていうのはまあ事実ですね。例えばそのまあ「ディス」っていうのを曲にした場合だったら、その「ディス」った理由とか「ディス」を向けてるその自分の感情とかが歌詞の中に入ってくるわけじゃないですか。それって絶対個人の意見が入ってくるわけじゃないですか、エゴっていうか。それは絶対にその個人でしかないものなので、もうある意味個性がもう丸出しなわけですよ、その人自身っていうか。だからそういう意味では僕はディスはすごく面白いと思うんですよ。あ、この人はこういう価値観なのかと、こういうことを大事にして哲学持ってらっしゃる人なんやみたいな、そういうふうには捉えてますけれども、互いが互いの足引っ張り合いしてるのはもったいないかな。頭悪い感じしますからね。それは本当に事実、そう思えるやろうなっていう。なんか回転は速いかもしれんけど、頭悪いなと思うからね。だからあれなんですよ、ラップですごい有名になってる人らまあ結果論高学歴な方が多いんですよ。でしょうね。クレバしかり、ライムスターしかり、そうですね、高学歴な方多いんですよ。早稲田だとか慶応だとか。客観が大きくあるかないかっていうところが、いろんなバランスを作るかもしれあと社会性ですかね。ライムスターなんか特にその社会のその政治だとか、その社会をよく知った上で分かりやすい形の言葉で、しかも韻を踏みながら歌詞にしてるんで、多分本当にライムスターの人らにしかできないことをやってるっていうか。そうですね。だからちゃんとそこら辺は理解しないと、難しい言葉ばっか並んでもやっぱりリスナーには届かないですから、現場の人らはやっぱりライブでやってるわけですから、そんなに難しい単語を並べられても「何言ってんやこいつら」みたいな感じで見られて首かしげられて終わりですからね。どれだけ分かりやすく、どれだけその確信をついてるかっていうところがやっぱり大事だと思う。Okay.